去年から始まった春季管理捕獲は市街地へのクマの出没を防ぐとともにハンターの育成を目指しています札幌では去年クマの出没が相次いだバンケイや西の地区などで猟友会が必要に応じ捕獲します積極的な捕獲は春グマ駆除以来およそ30年ぶりです 銃を持ったまあ、人間はイコールあの自分たちにとってリスクがある相手なんだということをクマが分かってくれる去年、道内でのクマの目撃は過去最も多い4055件に上っています。